はい、ということで、今日のパート2は始めていきたいと思います。前回、この最初の、なんだっけこの場所、忘れたけど、この、まあ、最初のマサラタン的な場所で、なんか、丘の上にいる人に、話しかけて、みたいな感じでしたけども、そこで、まあ、なんやら、許しを得るというか、認められて、で、次の場所に向かうというところの、続きからになりますかね。じゃあ、やっていきましょう。これどういけんだっけ、なんかもう普通に旅立てばいいみたいな感じだったよな、確かな。あ、でも一回ちょっとあの、戻るか。戻ってもう一回戦えるかやってみよう。結構負けちゃったんでね、前回ね。普通に。あれ、ここだっけ、こいつだっかな。あ、戦えないっぽいですね。まあ、でもあの、草レースはもう一回いけんじゃないかな。これ他にも確かねコースあったんで、あれコース1クリアしなかったっけ。まあいいや、もう一回やるか。じゃあ、最初砂地なんで確かこれ、あ、仲間増えてるね。キャンキャンやったっけ。キャンキャンスタートだった気がする。確かキャンキャンスタート行こう。あ、キャンキャンスタートで、で次ささやきかな。はい、ささやきで、さっき得意大丈夫で、海行くやな。あー、ダメだ、勝てねえな。ちょっとあんまり肯定ばっかするのはあかんか。まあいいや、なんかまだなんか実力不足な感じあるからまだいいかな。そこはいや、前回マジ普通に負けまくったんよな。なんか丘の上のなんか息子だっけ、どんどんシティ、オルボクさん、はあ、はあ、どこ行かれるんですか。ポロポッチャンがお持ちですよ。楽しかった。一回ポロポッチャンにポールにもう一回会いに行くのか。ポールはどこにいるんだ。あ、いた。勝てるかもしれない、お前がベリーベストカップで。はは、そいつは面白いや。どうしようとお前が勝てるわけないのにな。でもお前行くんだろ、パレスティーに。昔からその辺は頑固だな、お前は。お前一人でパレスティーまで行けるとは思えないけど、行けるとこまで行ってこいよ。こいついいやつなんかは、うざいやつなんかわからんな、ほんまに。だいぶ微妙な線だよね。なんか後押ししてくれてんのか、なんかお前には無理だって下げ詰まれてんのか、ちょっと結構微妙なとこだよな。お母さん、俺も食う。いや、めっちゃ指止められんな。よかった、間に合った。お父さんがこれを渡してくれって言うから急いで持ってきたの。俺も食はカメラとアルバムをもらった。お父さんたら世界中のモンスターの写真を撮ってきてほしいんだって。と言ってもそのカメラはモンスターを見かけたら自動的に写真を撮ってくれる優れものだから。いや、優れすぎ。それは俺僕はいろんなモンスターに出会うだけでいいの。お父さんのためにいっぱい写真を撮ってきてあげてね。それじゃあ行ってらっしゃい。くじけちゃダメよ。え、これ今までのやつ大丈夫。え、あー、大丈夫か。大丈夫っぽいね。オッケーオッケー、じゃあいいや。さあ、どんどんシティか、これ。ウェルスタンから出発して、次、どんどんシティに行くと。なんか、ここら辺のレースのやつって、なんか、負けたら、なんか、もう一回レースしてくんないっぽいんで、一応、負けないように、頑張ろうか。
まあどうせポニーラで勝てるんで、初手ポニーラでいこう。でもこれね、ポニーラだけ育てるとね、エースばっか育てすぎてもいかんのよね。どうしようかな。なんか、2番手が欲しいよな。てか相手はポニーラや。チグタグ、なんだこいつ。あぶねえ、めっちゃギリギリや。あぶな。めちゃくちゃギリギリやった。これいけないか。チャンス。草の星。草の星って一時的に。このゲームの効率の良い経験値の上げ方が未だにわからない。これ右上にはどうやって行くんだ。まあとりあえずいいか。これは海行くかな、多分最初。で、これ笹雪やな。最後までいけんじゃね。あ、いい、あ、いいね。お、いい、素晴らしい素晴らしい。でも普通にトレーナー戦ってさっきの経験値だと、なんかモンスターと野生のモンスターとレースしてもらえる経験値とあんま変わんねえんだよな。お、来た、賭けレース来ました。賭けレース負けちゃうとね、モンスターね、いなくなっちゃうんで。砂地。沼。砂地。芝生。OK。砂地なんで、キャンキャンやな。マネコケチャパー。招き猫ね、はい。ケチャパー、ね、こいつ。なんか、お弁当に入ってる。タコさんウインナーみたいな。あ、あ、まあ、いいや。いや、絶対ポニーラ選ばれるやん、これ。これキャンキャンかな、多分。次が海行くかな。
あ、ケチャップはもう海属性なんや。で、いや、このまま、あ、どうしよう。あ、まあいいや、このままで。で、コニラやな、次。やっぱ交代タイミング結構重要なんやね。だんだん分かってきた。ちょっと若干早めに交代した方がいいかもな。あと、下手に交代しすぎるとめっちゃ時間かかるから、それもやめた方がいいや、きっと。ケチャバ、草スピード、これポニーだと被るな。いや、いいや、ケチャバあれだな。ミックス用にしよう、こいつ。多分、属性かぶりはしない方がいい気がするからね。まあ、今は割と、いい感じで属性、得意タイプ分けられてるから、いいのかもな。沼、芝生、すなち、大体分かった。おいい、あ、まだあんのか、やべやべ、あー、これはやった。いや、いける、勝てるか、勝てる、勝てる、勝てる、頑張れ。あー、くそ、これね、負けちゃうとね、もう一回戦ってくんないんですよね。で、しかもこれ負けると経験値もらえないから、あの、貴重なね、あの、経験値もらえないのが結構痛いっすね、これ。お、ついたかな、どんどんたん。あ、来た、ミックスもついてる。おっしゃ、ミックスしようぜ。クバモスとヤカンラ、何ができるんだったかな。あ、ごめん、ミックスやか知らん。2匹以上連れていないとミックスはできないの？その2匹もミックスできるモンスターじゃダメなの？ミックスできるモンスターかどうかミキサーにしかわからないから、とりあえずミックス屋に行くしかないわね。じゃあミックスやってみせるね。まず1匹目のモンスターを選んで決定するの。次に2匹目のモンスターを選ぶんだけど、この時手に入れたことのあるモンスターなら何ができるか教えてくれるわ。教えてくれない時は手に入れたことのないモンスターってことなの。そして2匹目のモンスターを選んで決定するだけ。あとはミキサーに任せておけばいいわ。それからモンスターがつけていたアクセサリーは外されちゃうよ。ミックスでできたモンスターの特技が5つ以上あったら、特技を封印して4つ以下にしないといけないの。よく考えて封印してね。どう、わかった？よし、ミックスか。Welcome! This is ミックスや。Can I help you?ミックスに来たのかい？ You select モンスター、モンスター選んでちょうだい。あー、やっぱ連れてるやつしかできひんのや。ちょ、待って。じゃあ、なんか適当なモンスターに変えてからにしよう。グループの名前変えるか、マジで。分かりやすいやつでしょ。これをスタメン、スタメンにする。スタメン、あ、クスタメンになっちゃった。スターティングメンバーにして、これベンチでしょ。ベンチメンバー。これどうしようかな。ベンチ外。ややこしいわ。
まあ、ミキス用にしとくか。じゃああとはこのままでいいかな。あ、スタメン、あ、そっか、こうなっちゃうか、そっか。いや、これややこしいな、これ。これ名前変えないとダメやな。マジ、わかんなくなっちゃう、これ。同じやつだ、同じモンスターと。混ざるわ、これ、マジで。さっきのケチャパは多分強いと思うんで、こいつ。いや、これ、ささやきマジ混ざるわ、これ。ちょっと待てよ。いや逆にこれ今のまんまのメンツで配合した方がいいか。逆にさあポニーラ、いや意味ねえ。ちょっと待って、海吹く、海キュキャンカーで何かできるのか。一応整備しとこう。海キュとキャンキャンをミックスするぜ。 Are you OK? 本当にいいのかい？ OK! それじゃあ今からミックスするぜ。海キュとキャンキャンをミーに預けてちょうだい。俺僕は海キュとキャンキャンをミキタに預けた。さあ海キュとキャンキャンで何ができるんだ。さあ配合合成して。おお、なんか水属性っぽいねこいつも。ウーニャ知らないな。草スタミナ、おい水属性じゃねえぞこいつ。いや草属性多分いらない気がするんだよな。え、これさミックスしたらこれレベル1になるのかな。あ、そういうわけじゃないんだ。じゃあミックスしてそのまままたミックスしてもいいってことか。いやこれポニーラどうなんやろな。いやポニーラ強いと思うんだけど配合した方がええんかな。いやちょっとまだ慎重にいこう。そこはささやきと、あ、そうケチャバを、あのケチャバが水属性だからこのまま使ってもいいかこいつ。逆に海、あ、なんだっけ、海クだっけ、あいつの代わりに砂属性欲しいんだよな。でもそう、ワラジーかな。ワラジーが多分砂属性やから。じゃポニーラ一回置いてこう。逆に分かりにくいから。ポニーラとハニワいなかったっけ。シャンスか。ワニャン、よし、この辺のメンツで適当に配合してみよう。シャンス、これ全部初めてか。さあワラジーとシャンスンで、砂地が得意なやつが欲しい。一体なんか可愛いやつできた。モジャット。草いらんねんだから。全身を長い毛を木を抜かして物を掴んで走ったりできる。なんかモンジャラみたいなやつできた。モンジャラだろ、こいつ。モンスターいっぱいいるからね。なんか適当に。配合しまくろうぜ。朝だけまだいるか。わらじ、ケチャパ、ワニャン連れてこう。多分これタイプ属性が多分すごい重要だと思うんだよね。まあ、特技とかも重要だと思うけど。ワニャンもじゃっと。も
ジャットいらない、いやどうやろ、ちょっと待って、ウーニャか、ウーニャモジャットどっちかいらないなこれ。砂地、砂、草、石、あ、砂地とか石か。ちょ、石場が得意なやつが欲しい。いや、草いらねえんだよな、マジで。草いらねえから、もじゃっといらねえか。もじゃっと配合しよう。これなんかレベル上げてから配合した方がいいとか、そういうことないよ。あるのかな？まあ、多少はあるのかな、きっと。ワニャン。ちょっと待って。あ、まあいいや。モジャットとワニャン、ワニャン変えるか、配合するか。さあ何ができるかな。あ、なんか効果音がちゃうな。レッサー、あ、なんか強そう。草落ちてたら草タイプいらんね。え、マジ草タイプいらねえんだけど。こいつ水属性じゃねえのか。そっか。え、ちょっと水、水得意なやついないのやばいだろ。レッサー。いや、いらー。いや、微妙やな。いや、バランスいい感じではあるけど。ケチャ、やっぱケチャ、ケチャラーを配合しよう。配合しちゃうもん。ケチャパー、あ、ささやき変えた。いや、ささやき変えてこれ氷属性得意じゃなくなったらやばいんだよな。まあ、一回セーブしてやってみるか。氷か水どっちか得意でやってくれ、頼む。なんやこいつ、バルバルン。風船がたくさん集まってきたモンスター、その動きは颯爽としているつもり。さあ得意は、バルバルン。氷丸、石丸、なるほどね。ちょっとわらじいらねえな、これ消そう。わらじいらな。マジで配合回しまくってんだこれ、さっきから。弱体化しないよ、大丈夫だよな。なんかドラクエだと確かこうレベル上げてから配合してると弱体化するんだよな、ステータスが。大丈夫かなこれ。逆に弱くなってたりして。わらじいらねえ。ここも一回セーブすっか、念のため。なんか弱体化してそうでちょっと怖いんだけど、大丈夫かね。なんかキモいのになった。ブヨ4、ブヨ4になった。名前適当すぎだよなこのゲーム。モンスターの名前マジ適当なんだけど。お、でもバランスいい。あ、バランスいい、悪くない。ちょ、見た目なんかキモいけどバランスはいいな。
いいやこいつでめんどくせえからいやでもサンタになっちゃったな。まあいっか。ここにポニーラ加えて、はい、レッサー、あ、じゃあウーニャがいるか。あ、ウーニャと、あ、誰だっけ。あ、こんなもんか。大丈夫大丈夫、オッケーオッケー、これ大丈夫やね。ちょっとモンスター入れ替えてえな、これ並び替えできないこれ。あ、できるわ。ポニーラ一番目にして、どんな感じだった今収録。これ二重丸がねやっぱ欲しいよね。丸もいいけど、でさ、かぶるんだよなマジで。みんな火苦手やんまあいいか。水はレッサー、ブヨヨン、水、氷、水氷、あーでも、あーそういう感じか。なるほどね。まあいいやいいや。かけレッサー、いきなりかけレッサー出てきた。まあいいや。シーズンじゃなくて、あーこいつか。おにや大人気やな。沼地なんで、ボヨ読んでいきましょう。弱え、やべ、普通に負けそう。なんだこれ。レッサーいけ、お、勝てそう、いけんじゃねこれ、いける、あ、いけそうだね。おっしゃおっしゃおっしゃ、ナイスナイスナイス、おー、ナイス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 、やります、やりますね。ポニーラ出さんで勝てた。マネが強そうやなこいつ。雪地だから、レッサーかな。レッサーで多分いけるな。あ、ちゃう、レッサー苦手や、これやべ。やべ、負ける負ける負ける。あ、クソ負ける。お、勝てるか。あー早い、いや、あいつ早っ早っ、何やあいつ。ちょ、まあ、普通にガチで負けんだけど普通に負けんだけど、このゲーム。やばくね、このゲームマジで。全然普通に負けるんやけど。なんかポケモンとかみたいに、ドラクエとかみたいに単純に戦闘回数を重ねれば経験値で強くなっていくとかじゃないからな。あ、これモンスター一体にアクセル一つだけしかつけられないんだ。
わクソ雑魚やん。お腹に手を当てて寝てる時が一番幸せ。目が覚めるとご飯を食べてまた寝る。中年のおっさんみたいな。ちょっとあのトニーラばっか育てても意味ねえから、ちょブヨヨン育てよ。こいつ多分バランスいいから胃が強くなるかもしれん。頑張れブヨヨン。相手のスタミナがなくなれば勝てるぞ。全然スタミナいらねえなあいつ。まあいいや。銀のカードなんだこれ。2割引きで買える。あ、これレベル上がると一応スタミナ回復するのか。マックスまで。でも普通の多分芝生じゃ多分ブヨヨン勝てねえんだよな。どうしよう。レッサー育てるか。いきなり試合始まる。いいよいいよ、まだいいよ。さあ次は雪、雪はまだ悪いか。雪とタイミングでうにゃ、いけ、いけ、やべ、負けんな負けんな負けんな。頑張れ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 。ダメだ勝てねー。いやマジで勝てねえんだけどこれ。いやちょっとほんま勝てへんねんけどこれ。やばくないですかこのゲーム。普通に勝てねえんだけど。やばくねマジで。一応回復しとこう。マジで勝てねえ。いやこれさ負けた時に経験値入んねえのが一番やばいと思う正直。マジこの負のスパイラル入っとるよな。えぐいわマジで。でしかも1回しか戦えないとかマジ痛い。芝生、雪、はい、OK。次、レッサーやな、これは。いや、やっぱレベル低いんだろうな、きっとな。全然勝ってない。いや、勝て。さすがにこれ勝て。さすがに勝て。さすがに勝て、これは。おい！さすがに勝て。さすがにこれは勝て。よし！勝てるな、さすがに。よし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 。なんか、カメがいる。ここ掘れ、ワンワン。何これ。落ちてるお金を見つけて教えてくれる音がうるさい。
く前に一回こう腐れていくか。スナッチスタートか。じゃあブヨ読んでいいかな。はい、コラコロマウンドって、あ、終わりか。あ、終わりや。これは簡単やった。もう一回できるのね。まあいいや。芝生、雪、沼、砂地。レッサー、ポニーラ。まあレッサーでいいか。いや、ポニーラにしよう。次がブヨンかな。いや、ブヨンだ。ブヨンにして、で、アカロニか。お、勝てるやん。お、ナイスナイス、いいね。じゃあこのままコースさんになってみるか。沼地、芝生、雪、砂地、沼、まあ、めんどくさそうやな。まあいいや。沼地からすぐに途中でポニーレ変えよう。でここでポニーレして、はい、ポニーラにしばらく頑張ってもらって、で、スナッチ軍団にしよう。いや、なに交代不順、ふざけんな。やべ、いけるかこれ。やべ、軍団苦手や、ここ。いやー、やったー。あ、終わったやっと最後選択ミスったな、これ。ちょっと選択ミスらなきゃ今多分勝てたな。悔しいから、もう一回いこう。ブヨヨン、ポニーラ、ブヨヨン、ポニーラで、もう一回ブヨヨンで、最後またポニーラかな。最初ブヨヨン、はい、これポニーラ。砂場で、砂だっけ、レッサーかな。あ、じゃあ、ブヨン。あ、間違えた、間違えた、また間違えた、最悪や。ちゃちょっと待って、先般ウーニャ。なんかウーニャ出しちゃう。マジ、先般ウーニャなんだけど。いや、あの壁早えな。なんか、これブヨ。あ、待て、やべ、いけるか。あー、しょ、危ねえ。オッケーオッケー。
レコーダー抜かれんのあったけど勝ったな。まあ草レースなら一応何回でもできるっぽいから、まあ勝てば経験値貯められるな。蝶々に泥棒が入ったなってさ。嘘。でも一体誰が？さあな。噂ではあいつが犯人じゃないかって聞いたけど。あいつ？ああ、あの子ね。でもあの子にそんな勇気があるとは思えないわ。でも他にやりそうな人もいないわね。おっと、一人変えてるぞ。はっきりするまであまり人には言うなよ。そうよね。噂は噂よね。今町では変な噂が広まっておるらしい。ま、信じる信じないはその人の自由さ。テレサちゃん、テレサちゃんじゃない、マリオ。横島屋。何、女の子でネクラなの？あ、やっぱ調べたらなんかアイテム手に入んのね。ここにも草列じゃあんのかよ。おい、お前得意ちゃうんか芝生。負けんなキャンキャンに。
ガードシャワー。いや効果がわからん、アイテムの。ちょっぴり元気になる。あ、回復アイテムかこれ。鮮度返し。なんだ、鮮度返しって何？プログラミングだっけ？なんか専門用語だよね、確か鮮度返しって。ポプスの角、出前1号、名前札、お散歩セット、ボンレーダー、通帳。何これ？いや、効果わかんねえんだけど、アイテム。あ、マジで？え、これめちゃめちゃいいやん。たくさんアルコロ強くなる。あ、すごい、本当に歩くだけで上がるんだ。これめちゃくちゃ便利やん。いや、これ超、これくっそ便利やん。いや、これなんならこれ10個ぐらい欲しいな、一気に。これ、待って、これめちゃめちゃくそ便利やん、これ。くそ便利、くさ。いや、便利すぎ、笑った。散歩セットかな、落ち、うんぽセットに見えるんだけど、僕だけでしょうか。マジで火事だ。
あれ、あ、いいのか。だって。明らかにこれの方が効率がいい。普通に戦うよりも歩いてるだけで勝手に。え、何、全く意味が分かんないんだけど。いや、全く意味が分かんない、ルールが分かんないんだけど。あー、なるほどね。乾燥すればいいとかじゃないってことか。なるほどね。バカモン、噂だけで泥棒だと判断していいと思ってるのか。申し訳ありません。お客さんだ、お前下がっていなさい。失礼しました。わしは壺が盗まれたことだとちっとも怒っておらん。わしはそんなにせこい人間ではない。え、それだけ。それだけ。金の壺を見つけてくればいいのかな。だから何をすればいいのかいまいちよくわからない。だからテレサちゃんはどこにいるの。町では完全にテレサが盗んだことになっています。奴がこの町から追い出されるのも時間の問題でしょう。あいつは我々横山グループの目的を知っている。一時も早くあいつをこの町から追い出すんだ。いいな。はい。横島屋グループがなんか悪い組織なのかな。いかにも私が横島屋グループの社長エバータである。
テレサが町役場で連れて行かれたんだってさ。で、今テレサの家に住まれた壺がないかを調べられてるんだってさ。嘘、もし壺が見つかったらテレサはどうなっちゃうの？間違いなくこの町から落とされるだろうな。そんな、おっと、こうしていられない、みんなに知らせなくちゃ。テレサちゃんかわいそう。誰も中に言われなって言われてます、入れるなって言われてます。ごめんなさい。 あいつなんか座ってるやつがテレサちゃんか。いや、これ何したらいいのマジで。何したらいいのこれ。マジ 何をしたらいいか全然わかんないんだけど。全然わかんないんだけど。何をしたらいいんだ、俺全然わかんねえんだけど。全然わからん。テレサの家どこ？いやー、よくわかんねえ。いや、とりあえず今回はここまでにしようかなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。